皆さんこんにちは。あこです。みこです。あこみこです。はい、ということで今回は最近のお気に入りのリップ紹介。イエーイ。まずはじゃあみこから。私は3月16日発売のエテュセのリップカラーティントタイプの03番です。エテュセからティントが出たということで買ってみたんですけど、5色展開で私が03番のコーラル系のお色を買いました。でなんかそこにも店舗にもあったんだけど、ビエベさんにはこっちがおすすめみたいなのがあって、なんか02番がフレッシュピーチっていう色で、02番と迷ったんですけど、02番は割とオレンジ味が強いピンクみたいな。最近コーラル系にハマってます。でなんかオペラより発色が良い。オペラって割と薄付きじゃん。で私はアプリコットっていうのを持ってるんですけど、オペラだと二度塗りしたのと同じぐらいみたいな。あで手に装置した感じがこんな感じで、わかるかな、一塗り、でもこんな感じだからだいぶ高発色。ちなみにオペラだとどんな感じなの？でオペラだとオペラの一塗りだとこんな感じで、結構違うね、なんかやっぱオペラは薄くも濃くもできるみたいな感じじゃん。でも色味似てない？そうそうそう、色味がね似てるんだ。でもねオペラのアプリコットよりはちょっとピンク、そうそうそう、ピンクがかった感じで、まあどっちもね同じぐらい、ツヤはちょっと残るかなぐらいかな、ティントなんでねこんな感じで。でもさ、オペラ薄付きなのにこんなに残るから本当すごいよね。オペラだけだとこの色だと物足りないなって時にはエテュセ使ったり、最近はこの2パターンが多いです。今口につけてるのがエテュセです。はい、私は最近ハマっているのがこの組み合わせなんですけど、エチュードハウスのディアダーリンウォータージェルティントの PK003 番。お、一緒じゃん、3番番だ。でこれはクリスマスコフレに入ってたルナソルのやつ、よく出てくるやつだね、グロス。このディアダーリンティント、色味がすごい好きで、なんか上の方があのエチュード、エチュードなんですけど、なんかブドウっぽいね。そうそうそう、なんとも言えない色で、わかる、エチュード色可愛いんだけどね、荒れるんだよね。荒れるんですけど、からこそこのちょっと紫、ほぼ紫っぽい感じで、若干偏光パールが入ってるリップ、グロスになるんですけど、これをまあ塗ると、まあ保湿もされるし荒れないなっていうのと、あとつける前にこの資生堂さんのモアリップをつけるとまあ荒れなくなります。これ結構荒れない、本当おすすめしたい。へ、ちょっとね塗るとスーッとします。本当に本当ちょっとだけスッとする感じで、今つけた感じがこういう色味です。あこはそういう色好きだよね。好き、なんか結構ずっとそういう色だよね。そうそうそう、変えたいの変えたいの、ずっとなんか大人っぽくなりたくて。そう、でもさ割とそれも大人っぽくない？なんか春っぽいリップ欲しいなと思って、やっぱりエチュードはね残りました。そのグロスだと普通に消えちゃうけど、ティントは残るので、そんな感じですね。まあ言うても多分すぐ変わるんですけど、わかる。まあでもリップはねちょっとよかったらね、そんなに高いものをお互い使ってないと思うので、ぜひね、色味とかね参考になればしてください。ということでよかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。2人のツイッターのアカウントもありますので、よかったらフォローお願いします。じゃあバイバーイ。